ボビー・ヒーナンはアメリカ合衆国のプロレスラー、マネージャー、コメンテーター、イリノイ州シカゴ出身。ヒールのマネージャーとしての悪賢さから、ボビー・ザ・ブレイン・ヒーナンと呼ばれ、ウィーゼルと罵られることもある。そのキャラクターイメージから、ギミック上はカリフォルニア州ビバリー・ヒルズ出身とされた。多くのレスラーやファンから、史上最高のマネージャーと称えられる、喫水の悪徳マネージャー。 数多くの名選手をマネージメントし、味方によっては、ハ春九方眼最大の宿敵であった。彼によってマネージメントされた選手のグループは、避難ファミリーと呼ばれた。ブラックジャックランザと避難幼少期に、父親が家出して、祖母と母親に育てられたが、15歳の時に母親が失業。家計を助けるために学校を中退して様々な職に就いた後、 子供の頃からファンだったプロレス業界に入り、リングボーイとなって、レースティーブンスの付き人や会場の雑用係を務めていた。1965年、ディック・ザ・ブルーザーの主催するインディアナポリスのワビにて、プロレスラー兼任のプレイングマネージャープリティ・ボーイ、ボビー・ヒーナンとしてデビュー。アンジェロ・ポフ・ホクリス・マルコフのデビルズデュオのマネージャーを担当した。 1969年のアワ入団後は、当時ラリー・ヘニングが同じニックネームを用いていたため、ザブレインを名乗り、スティーブンスニック・ボック・ウィンクル、ザブラック・ジャックス、ボビー・ダンカンらのマネージャーを務める。アワと提携関係にあったフルスのワウィでは、バロン・フォンらしく・ラシクやバリアント・ブラザーズも担当するなど、1970年代はアワとワウィを股にかけて活動した。 レスラーとしては、1974年にシカゴとインディアナポリスに特別参戦したザ・シークのタッグパートナーに起用され、ブルーザーボボ・ブラジルと対戦している。1979年、アワから1年間の追放処分を受けたというストーリーのもと、ランザと共に、ジム・バーネットの主催する NWA ジョージア地区のジョージアチャンピオンシップレスリングに転戦。 キラーカール・コックス、マスクド・スーパースター、アーニー・ラット、プロフェッサー・タナカラ同地のヒール勢を引き入れ、ジョージア・ヒーナンファミリーを組織する。1980年からはアワに復帰して再び、ボック・ウィンクルと組み、援熟期に入った彼を支えるとともに、スーパー・デストロイヤー・マーク2やケンパテラなどのヒールをマネージメントした。デスラーとしても、 バックズモフが保持していたアワ世界ライトヘビー級王座に再三挑戦、勝利を収めたこともあったが、当時の体重がライトヘビー級のリミットを超えているとして体感は認められなかった。アンドレザ・ジャイアントを先導する、ヒーナン1984年、WWF と契約。当初は、ジェシー・ベンチュラのマネージャーを予定されていたが、ベンチュラが病気により引退したためビッグ。 ジョン・スタッドに着く。その後もヒール転校後のアンドレザ・ジャイアント、キング・コング・バンディ、ポール・オーウン・ドーフ、ハーリー・レース、リック・ルード、アーン・アンダーソン、ミスター・パーフェクト、リック・フレアー、他にも数々の大物選手を担当した。彼らのほとんどは、ハルク・ホーガンの反対側のコーナーに立っていたヒールで、あり、ヒーナンが、ホーガンや、 アルティメットウォーリアーなどに叩きのめされるシーンは1980年代の WWE を象徴する名場面の一つだった。1980年代後半からはブロードキャストジャーナリストと称して看板番組プライムタイムレスリングレスリングチャレンジのカラーコメンテーターにも就任。相方のアナウンサー役ゴリラ・モンスーンとの実況は史上最高の名コンビと名高い。徹底して ヒール選手に肩入れし読の強いコメントを連発するヒーなンと常に冷静で真面目なモンスーンとの絶妙な掛け合いは後のジェリーローラーとジムロスのコンビにも影響を与えた1994年 WCW に移籍実況チームの一員として活躍後2000年に退団2001年のレッスルマニア X7 で行われた ギミックバトルロイヤルでは解説者として、淡時代からの名優ミーン、ジーン・ウォーカーランドとコンビを組み、久々に、WWE に、ゲスト出演した。ヒーナンとラリーズ・ビスコ2002年、高頭がんと診断され、生体を摘出する手術を受けた。2004年、WWE 殿堂入り。2005年には、オーオンドオフ。2006年には、ブラック・ジャックス。 2007年には、ボックウィンクルの、それぞれの電動入りインダクターとしても、式典に、出席した。病気の後遺症のためか王子と比べると痩せ細り、声にも力はなくなったものの、そのトークの切れ味は変わらず絶妙で、毎回客席を、笑いの渦に巻き込んだ。2009年12月、学部に、がんの感染症が再生される。2010年4月17日には、 日ネロックダウンのファンフェスタにドリー・ファイク・ジュニアらと共に出席した。その後は、舌眼との闘病生活を送っていたが、2017年9月17日、72歳で死去。日本へは1971年7月、国際プロレスにランザのプレイングマネージャーとして初参戦。1981年7月には全日本プロレスに来日し、 当時新日本プロレスから移籍してきたばかりのタイガー・ジェット、新のマネージャー役を務めた。全日本プロレスへは WWF 移籍前の1984年5月にも参戦した。広報はブルックリン・ブローラー。ありがとうございます。